アントニオ・フィラレーテ・アントニオ・フィラレーテ、1400年頃から1469年、頃は初期ルネサンスの彫刻家、建築家。本名はアントニオ・ディ・ペートロ・アベルリーノ。フィラレーテはギリシャ語で、徳を愛する者という意味で、彼が晩年に用いた名である。実作はあまり手がけていないが、キーで神秘的な計画案を残したことで有名である。少年は、 はっきりしないがフィレンツェに生まれ、彫刻家として出発した。おそらく、ロレンツォ・ギベルティの工房で修行したと考えられる。1443年には、サンピエトロ大聖堂のブロンズ聖扉の制作を行ったことが知られているが、1447年、製品盗難の容疑をかけられて、ローマを追放された。1451年から1465年にかけて、 フランチェスコスフォルザに使え、スフォルザ城の改修にあたる。1456年には、オスペダーレ・マジョーレの設計を委託され、フィレンツェのオスペダーレ・デッリ・イノチェンティとシエーナのオスペダーレ・デ・ラスカーラの視察を行った。この建築の建設は、1465年に、グイニフォルテ・ソラーリが後を継いだため、立面はフィラレーテによるものではないが、平面は、 紛れもなく彼の手になるもので、建物を対象に配置した最初の作例として知られている。1457年に一月程度ベルガモに滞在し、大聖堂の造営に当たった。その後、1469年頃にローマで没したと推定されているが、晩年の彼の経歴についてはほとんどわかっていない。彼の建築論はジョルジョ・バザーリーが最も奇妙な論。 高等無形と述べているものである。全25巻からなり、正八角形の理想都市スフォルズインダは、西ヨーロッパ世界で最初の対象型都市計画である。ありがとうございます。